スラスラスラー、スエチャンネルです。お日様英文法不定詞編やっていきたいと思います。ここからが英文法の山場って、なんか毎回言ってるような気もするんだけども、ここは本当に山場ですね。表現の幅がぐっと広がる。不定詞とかね、動名詞とか準動詞って言われる括りのねものをやっていきたいと思います。じゃあどう表現の幅が広がるかって話ですよね。じゃあ例えばこれを文章にしてみてくださいって言われた時どうしますか？京子はラーメンを食べたい。京子はラーメンを食べたい。はい、京子 wants までは思いつくかなと思いますが、ラーメンを食べっていうのが、これがまあ一つの塊だと思っていただいて、じゃあこれをどうやって表現するんですかと。で、普通 wants の後には、まあちゃんとした名詞っていうのを来なければいけないと。ただし、これはどう名詞にするんだって話ですよね。この動詞を名詞化する手続き、これが不定詞、動名詞の肝となってくるものでございます。動詞を名詞化してしまうってことでございます。じゃあこのラーメンを食べることって言ったら、どう名詞化するかっていうと、一つに通不定詞っていうものがございまして、その構造というのが、通って置いた後に原型の動詞を置いて、まあラーメンですね。ラーメンを食べることっていう感じで取っていただくといいかなと思います。ラーメンを食べることですね。はい。まあ、何々ということ、何々することっていうのが日本語の訳としてはいいのではないかなと思います。で、こちらの動詞ですが、人称による三人称だから S がつくとかそういうことはありません。2の後は必ず原型でなければならないっていうそういうルールです。時制による変化、これについては1個あります。To have過去分詞っていうね、完了形にしてしまうっていうパターンがあるんですけども、それについては来週お話ししたいと思います。今週お話しするのは不定詞の基礎ですね。不定詞が名詞的に使われるよ、形容詞的に使われるよ、副詞的に使われるよっていうのと、あと、まあ、不定詞ならではの使い方っていうところから、最後、原型不定詞までお話しして、来週以降、不定詞にまつわるもっと深い知識をやっていきたいと思います。そして今週は神奈川ウィークですね。お日様英文法もこの影響を受けまして、日向坂には神奈川県出身のメンバーが3人おりますので、牛尾紗理奈、ナッチョと高本彩香、大竹、富田鈴香、スージー、この3人がいますので、この3人をなるべく主役に立てた文っていうのをたくさん作ってみましたので、そちらの方もぜひお楽しみにってことで、じゃあ最初不定詞の名詞的用法ってところから行ってみましょう。どうぞ。The promise was to bring us to Tokyo Dome. It is difficult to answer the quizzes of kanjis. Suzuki wants to skydiving with Tetsuya. The parents think it important to keep Reza come back. っていう風に、だいたい4パターンに分かれると思ってください。1パターン目、これは保護ですね。保護 SVOC の C でございます。The promise と to bring us to Tokyo Dome が同じだよって言いたいわけですね。そう、だから動詞を使ってはいるんだけども、 to がついてることによってこれ名詞化して、 so bring us to 東京ドーム、東京ドームに私たちを連れて行くこととね、これが名詞化するわけです。彼女たちの約束っていうのは、私たちを東京ドームに連れて行くことだっていうことですね。はい、まあ、これはもう実際に果たされたので今回わずとなっておりますが、次なるプロミスは何でしょうか。 It is difficult to answer the quizzes of kanji. 今度はこれ主語なんですが、to なんとかなんとか、is なんとかっていうのはものすごく長いんですよね。で、こういう長いものをバンと主語に置いてしまうのは、ものすごく見栄えが悪い、そして読みづらいってことがありますので、ここで形式主語っていうのを使うんです。ざっとのお話をした時にも出てきましたが、to不定詞でも形式主語は取れるわけですね。だから本当の主語は、to answer the quizzes of 漢字、漢字クイズに答えることなんですね。で、それが難しいよと言ってるわけでございます。漢字クイズに答えることっていうのは it と同じで、それが is difficult、 難しいねって話ですね。まあこの前の東大を見ていただいて、これ神奈川県関係ないけど、影ちゃんね、漢字オセロまあまあ活躍しておりましたが、まあ最終的には間違えちゃいましたよね。でもあれって、あの斉藤隆先生が監修入ってた頃よりもだいぶレベルが上がっております。めちゃくちゃむずいです、よく富永さんついていけるなと思うくらいのね、難しさですので、もうわけわかんないです。これはもう不正解でも仕方ない。ね。よく頑張りました、影ちゃん。ね。はい。かまけるが読めただけでもすごい。
で次、今度は目的語パターンですね。目的語パターンが一番多いかなと思います。鈴鹿 run to skydive with 哲也、まあ、さっきも run と出たんだけども、もう一回やってみましたね。今度は to skydive、 skydive これ一個で動詞です。スカイダイビングを哲也、森田哲也さん、さらば青春の光のね、森田哲也さんとしたいということでございますね。これラビットでね、すごく言っておりましたけども、哲也さんはものすごく絶叫系が苦手バンジージャンプ拒否ってたもんね。日向坂の子たちが19人だったかな、そのうちの17人が飛べた水上バンジーを、全然飛べなかった人でございますんで、スカイダイビングなんてもっと無理だと思うんですけども、スージーは一緒に飛びたいようですね、叶うといいですねってことで、これ目的語です。欲してるものですかね。欲してるものは何ですかって言ったら、徹夜とスカイダイビングをすることってことでございますね。で下、これも目的語ですか、形式目的語ってパターンです。これもやっぱりちょっとこれ長いなと思って、でしかもこれ第五文型ですよね。第五文型だから、保護がどこにあるか分かんなくなっちゃう、このままぶっ込むとということで、形式目的語一等置いてあげて後で説明するよ。 Their parents think it important、 大事だと思っています。何がですか？ To keep where they come back、 彼女たちが帰ってくる居場所を作っておくことが大切ね、メンバーの両親へのアンケートってやつでね、発された言葉ですね。スージーの両親だったかなが言った言葉で、これで多分スージーが泣いてたかな、人間違ってたらごめんなさい、ねでちょっと感動的な、ね、場面を不定詞で表せるんですね。不定詞使い勝手いいですよ。結構ね作りやすいの多かったんで今回入って、不定詞っていうのは、名詞的な不定詞っていうのは簡単に言えば塊を作る作業だと思ってください。 So bring us to 東京ドーム、これで一つの塊、東京ドームに私たちを連れていくことですよね。これが一つの塊となって文の要素の中にバチコンって入ってるわけです。構文を把握するときはやっぱ塊を意識することなんですね。でこの塊の作り方として通不定詞っていうのもあるし、前説明したのだとざっと説ですね。あと間接疑問もそうかな。他にもこの後やることとしては同名詞とか、分詞とか関係詞っていうのも塊を作る要素になってくるかなと思いますのでね、この塊っていうのをうまくどこからどこまでかって把握するっていうのが、皆さんに課せられた使命だと思ってください。じゃあ次、形容詞的用法行ってみましょう。ここちょっとね要注意のことがありますので、しっかり聞いてください。 Nature has something to heal our heart. If Oisama's are realtors, how they react when the members comes and ask them the place to live in? まず上の方を見ましょう。 Nature has something、 something 何か持ってますねと、何かの後を修飾するのって、まあ、形容詞でもね、something hot とか something cold みたいに後ろからやってくるタイプなんですが、不定詞は当然後ろから来ますよね。 To heal our heart、私たちの心を癒してくれる何かを持っているとね、something の内容を補足説明している感じでございます。これが形容詞的用法ってやつですね。ナッチョはとにかく日向坂のメンバーたちの心の拠り所になってるかなと思います。ポケモンで言えばラッキーかハピナスですねあのポケモンだって癒してくれるじゃないですか。あのバトルとなるとめちゃくちゃめんどくさいんですけども、ねそのイメージをそのまま持っていただければいいかなと思います。日向坂のメンタルサポーター牛尾サリナ、ナッチョでございます。下、これは僕の妄想なんですけども、 If Ohisama's a realtor、 realtor っていうのは、不動産業者ですね。これをちょっと俗な言い方でこういうことがあります。 How they react、 彼らはですね、これは Ohisama's と一緒です。 Ohisama たちはどうリアクションするでしょうか。 When the members comes and ask them、重要なのはこの最後の5つの単語だけなんですけどもね、あとは正直どうでもいいんですが、 The place to live in、 住むための場所ですね、住むための場所を尋ねられたらどうするかっていうことでございます。不動産業者でメンバーがプライベートのメンバーがパッとやってきて、すいません部屋探してるんですけどって言ったらどういう反応するかなって、なんかモニタリングみたいですけどもねちょっと気になりますね。僕だったらまあ平和なところをやっぱね、茗荷谷、茗荷谷をおすすめします茗荷谷には変な人いないと思いたい、はい、でも話の肝はそこじゃなくて、これね皆さんミスりがちなところなんです。これはね関係代名詞にもちょっと似てることなんですけども、これって普通の文に直そうと思えば直せるんです。 The place to live in、
まあ、主語はなんか適当に I とか置きましょう。I live in the place. I live in the place ですね。どこどこに住む。で、live の後に in で前置詞が必要じゃないですか。the place、これが前に出てきたわけですね。で、通不定詞で続いたわけですよ。ということを考えると、前置詞は残さないとダメです。live in the place の名残として、in がここに残りますので、前置詞を残し忘れないっていうね、これを絶対に守っていただきたいなと。これね、結構ほんとミスるから、僕も当番見ててめちゃくちゃここミスってんだよね、みんな。ね、付け忘れないようにしましょう。もう一回ね、その理由を説明すると、もともとは live in the place なんだけども、the place を先に出してあげて、通不定詞を作ってあげてる。その時に、in っていうのは必要だねと。前置詞を入れてあげて、ちゃんと意味を確定させてあげなければいけないというね、そういう役割もありますので、どっちにしろやはり前置詞は抜いちゃダメよと。ね、そういうところは把握しておいてください。じゃあ次、不定詞の中でも一番わかりやすくて、使いやすい用法は副詞的用法ですね。5パターン出ましたね。まあ厳密に言うと文法書に載ってた、まあフォレストに載ってたの4パターンで、まあ、これとこれが同じような感じなんですけども、特殊な構文なので最後はね、知っといてもらいたいなと思います。まず最初、Nacho was dieting to play a fra dance. To play a fra dancer.フラダンサー、フラダンスする人を演じるために目的みたいなところがあります。ダイエットしていたっていうことでございます。そのナッチョですが、つい最近まで舞台フラガールやっておりました。その主演ですよ。主演です。すごいですね。で、フラダンスってことはお腹が出るから、お腹引き締めなきゃみたいな感じに、ね、なっておりました。あれね、もろに出ますからね。だらしないお腹を見せてしまうと、大こけするところをやっぱうまくやってたみたいですね。見に行ってないんですけども。どうでしたか？面白かったですかね。僕あんまりこういうね、ドラマとかそういう見るの好きじゃないんでね、心臓が持たないし、なんか、脳の中支配されるのが嫌なんですよ。僕は現実を見ていたいタイプです。Suzuka rents a front to lose. 何ですかって話なんですけども、何々しましたよ。to 何々っていうことによって、した結果どうなったっていうことを言えるんですね。大半の場合はなんか残念でしたみたいな印象の文ができるんですよ。で、今回の場合もそうで、Suzuka rents a front 前に出ました。to lose 負けました。前に出て行ったんですけども負けちゃいましたねっていうね、負け顔に定評のあるスージーですからね、その辺はさすがだなと思います。積極的に出てって負けるっていうね、さすがです。Otake is happy to be called Aya referee、こちらは形容詞の後に来てますね。Otake は嬉しいです。嬉しいんだけども、なんで嬉しいんですかっていうことを通不定詞で補足できるんです。To be called Aya roughly. Aya って乱暴に呼ばれたから。で、おたけ、高本あやか。まあ、おたけってニックネームは若林さんがつけたニックネームで、自分的にはあやって呼ばれたいんですね。あやかだから、あやって。で、そしたら若林さんが、それは彼氏のために取っといてあげなよって言うんですけどもね。でも、おたけはさらに、乱暴にあやって呼んでほしいとね、リクエストしました。で、実際に呼ばれたらなんかちょっと照れちゃっててね。面白いなと思いますね。けなげですね、おたけ。Nature is funny, mistakenly to say homeミステイクに言ってなんか不定詞の前に副詞をつけましたが、これ不定詞を修飾します。まあ後で not の事例も出てきますが、to不定詞の部分に副詞を付け加えたいなら、基本的に副詞はその to の前に置いてあげた方がいいかなと思います。ナッチョは面白いですね。なんで面白いんですかって聞いてあげて。通称ホームステイ。僕の記憶が正しければ、ステイホーム期間が終わって初めてのひながいの放送、まあ、それは多分、影ちゃん復帰会だったかなと思うんですけども、その時にナッチョが、ステイホームっていうところ間違えてホームステイって言ったのが、多分最初の笑いどころだったと思うんですよ。ね、それを文にしてみました。ナッチョはね、いや、頭はいい方だと思うんですけども、結構天然な発言もあったりしてて、やはり癒される子だなと思いますね。最後。It's silly of you to mistake the seven times table. Seven times table っていうのは、九九の七の段、掛け算の七の段ですね。そう、言うんですね。こうやって言うんですね。一応、海外にも九九ってものはあります。しかも、九九で終わらないんですよ。
12-12です。僕的にはやっぱ12-12までね、できておかないと。てか、20×9 まではできててほしいかな。と思っておりますんで。まあその話、だいぶ前にしましたけど、ちょっとよかったら貼っときましょうか。忘れてなければ今、カードが出ておりますんで、そちらちょっと計算のテクニックってところを見てください。ですが、そこに達しない人がおります。おたけです。はい。おたけは、おバカキャラとしても定着しておりまして、7の段をすっぽ抜かすんですね。だって7の段って普通に足してきゃいい話なんですけどもね、なぜかどっかでおかしくなっちゃうんですよね。そういうところ考えられないのかなと思うんですけども。でもそういうね、ちょっと可愛らしいおバカさんだなと思ってね、おバカって表現には他にもありますが、シリが比較的優しい感じがあるんですよ。ネットで誹謗中傷してるやつだとは全然違う味わいがあります。はい。で、これ最後、このオブっていうのがちょっと変じゃないですか。It is 形容詞 of you っていうので、この形容詞は主に人の性質ね。一番多いのは kind。あなたはなんて〇〇な人なんでしょうみたいな感じになります。で、まあその〇〇形容詞である理由を、通不定詞で述べてあげると。あなたはおバカさんですね。なんでおバカさんなんですか ?to mistake the seven times table。7の段を間違えるからってことでございます。で、まあ、It's kind of you ってした後に to 例えば invite us to your party とかってやってあげるとあなたのパーティーに招待してくれてなんてあなたは親切なんでしょう。これをもっと婉曲させると私たちをパーティーに招待してくれてありがとうございますっていうね感謝の意味を表すってこともついでに押さえておいてください。はい、っていうのでね、これが副詞の大まかな使い方です。次なんですけども、これもよく使う表現でございまして、つかこれが一番よく使うかもしれない。さっき副詞的用法って言ったけど、これがもっと使い勝手がいいやつでございます。SVO の文に通不定詞を足してあげるパターンですね。見てみましょう。どうぞ。I want Kyoko to sing Aimeon's songs. Otake told me to get the points from the other members, but May got from Otake.Shiho doesn't allow us to enter her house. 神奈川県関係ないメンバーちょっと2人ばかり入っており、あ、3人入ってますかね。ちょっと気にしないでください。1番目は何々してほしいっていうことですね。で、2番目は何々するように言う。で、3番目は何々することを許可する。させてあげるっていうことでございます。通不定詞の後の動作の主っていうのが、SVO の O に当たるパターンだと思っていただければいいかなと思いますね。この次に話す意味上の主語っていうところとちょっと関わってくるところではありますけども I want Kyoko to sing Aimeon's song. 京子にあいみょんの曲を歌ってほしいなと。京子ってものすごく低音ボイスが魅力的。いや、もちろん高音も魅力的って言われてるんですけども、この低音ボイスなんか似てるなと思ったらやっぱあいみょんの歌がハマるんじゃないかなと僕の中では思ってます。って思ってる人もいるかもしれませんが、僕的にはやっぱキョンコにあいみょんの歌を歌ってほしいなと思っております。キョンコが歌うマリーゴールドが想像できます。はい、ね、ぜひ歌ってほしいなと思います。続いて、おたけ told me to get the points。 ポイントを取るように言ったっていうね、tell 誰か to っていうのはめちゃくちゃ使いますね。この方は絶対に押さえておいてね。後でもう一個この方出ますけども。おたけはメイに、他のメンバーからポイントを横取りしてくださいねと言ったんだけども、結局メイはおたけから取りましたよと。ね、さっきおたけがおバカって話をしましたが、おたけとメイ、メイメイは仲いいんですよ。アメちゃんっていうコンビを組んでいます。ちっちゃいやとちっちゃいイが入るんですけども、ね、アメちゃんってコンビを組んでて、ものすごく仲がいい二人でございますが、まあ、この二人、どちらも、まあまあおバカな方でございまして、で、ガナ押し時代に学力テストがあって、下位5人による早押しクイズ。だから学力テストの点数を土台にして、で、早押しで勝った人が、他の人からその点数を横取りできるというシステムで、メイメイが正解しました。じゃあ誰から取りましょうかって言って、まあバラエティ的な流れで結局おたけになったと。で、おたけはもう面倒見てやんねえからな、みたいなことを言っておりました。まあ冗談ですよ。ね、二人とも仲いいですよ。この前も、USJ 行ってましたね。インスタに上がっております。おたけのインスタに上がっております。最後。Shiho doesn't allow us to enter her house. 加藤氏ですね。加藤志保の話なんですけども、allow
誰々つ何々、誰々が何々することを許すってことなんですけども、カトシは許さないんですね。カトシは許可してくれないんですね。カトシ家に上がらせてくれないと。潔癖症みたいなところがあるんですかね。だから家入るときはみんなまず足を洗わされると、そういうことでございます。ちなみに僕もあんまり人に入ってきてほしくないタイプ。社会性がないと言われてしまえばそれまでかもしれませんが、まあなかなかね、家に人を入れたがらない人もいるよってことは理解してほしいなと思います。で、さっき出てきました意味上の主語ってお話、ちょっと見てみましょう。まず上の方を見てください。Otake brought fish to cook ですね。この不定詞 to cook は誰の動作ですかって言ったら当然 Otake ですね。Otake が魚を買いました。そして調理するということでございます。一方下見てください。It is difficult to cook fish。to不定詞が主語に来るパターンでございますけども、これって一般論を述べていると思っていただければいいかなと思います。一般的に魚を調理するのは難しいとね。まあこれだと意味上の主語っていうものは存在しないパターンなんですけども、実は意味上の主語っていうのをバチコンってはめることができるのが、この it is タイプの不定詞のいいところかなと思います。It is difficult for Hinano to cook fish って入れてあげる。for 誰々って入れてあげると、to 不定詞以下の動作主、つまり意味上の主語ってものを入れることができるわけですね。ここではひなのをチョイスしてみました。上村ひなのちゃんはお魚を触るのが苦手ということでございましてね、今回チョイスしてみましたけども、こういう感じで意味上の主語を挿入できるんですね。まあこういうことができるのは原則としてこういう it is なんとか to っていうね、そういうパターンでございますけども、よくねこの difficult とか人を主語に取れないっていうのありますよね。で人を主語に取れない代わりに、意味上の主語っていうツールを使ってあげてこう書くんです。だからひなの is difficult to cook fish は間違いよってことですね。でさっきのように SVO プラス to 不定詞の形だと、この to 不定詞の動作主は自動的に O になってるから、この O が意味上の主語っていう感じになるわけです。まあ、この辺はねなんか細かく言ってたあれなんで、っていうよりも普通に使うねくらいにはね、誰がやってるのかっていうのをしっかりはっきりさせてくださいねっていうことを意識してほしくて、まあ、こういう単元が設けられてるって感じですね。はい、次、不定詞を否定しましょうって言われた場合どうしますか。さっきね一回不定詞の前に副詞を置くパターンありましたけども、否定語 not、never とかはね副詞でございますので、やはり同じ位置に置いていただければいいかなと思います。見てください、どうぞ。アキコ通る not to shake the bridge。 マサヒロ通る鈴鹿 never to show the mimicry of Tomio。上はね、矢田亜希子さんですね。和田亜希子さんだったら怖いんですけども、矢田亜希子さんなんでまだ大丈夫だと思います。not to shake the bridge。not to っていうことによって、何々しないでくれと。ね。何々しないっていうことを言ってくれてるわけですね。亜希子は、橋を揺らさないようにと言った。ね。そうです。鈴鹿がね、プレジャーフォレストの、吊り橋のアトラクションで、あの子怖いもの知らずだから、吊り橋の上で思いっきりジャンプして、橋を揺らすんですよ。で、矢田亜希子さんが渡ってるところでそれやったので、もう筋って言って切れてましたけどもね。面白かったですけどね。本当に怖いもの知らずですからね。吊り橋の足場悪いところでドレミダンスを踊ってたので、やべえやつだなと思いますけど。下は、まさひろ、これ中井くんですね。中井まさひろさんが、鈴鹿に対して、Never to show the mimicry of Tomio。Never ってついてますから、Not よりも強いですね。絶対にもう見せないでね、と。富雄のモノマネ。富雄っていうのは梅沢富雄さんですね。はい。熱湯風呂に入った梅沢富雄さんってモノマネを仰天ニュースで披露したところ、スタジオがしらけまして、中井くんが、うん、もうやらない方がいいねって言ったわけですけども、当の梅沢さんは、似てるのにいいのに、封印しなくていいのにっていうね、感じで、結構おおらかな方ですね。フレバト見てるとめちゃくちゃ夏井先生とかに噛みついてて嫌な人だなと思うかもしれませんが、なんかプロレスみたいな感じで盛り上げてやってるっていう感じなので、実際はやっぱおおらかな方だと思いますけどもね。そう、梅沢さんは結構日向坂のメンバーからも人気ありますんでね、いつか混ざるといいですね。はい、っていうな感じで今のところ不定詞の基本的なところをお話ししてきましたが、
なんと不定詞には2がつかないものがあるんですね。不定詞と言ったら2っていうイメージがある人にとっては驚きかもしれませんが、原形不定詞と言って2をつけないでそのままボカンと持ってきてしまうタイプも存在するよと。で、それが使える動詞には実は特徴があります。一つは使役動詞と言いまして、何々させるっていうね、使役動詞、このパターン3つありますね、押さえておいてください。で、あともう一個、知覚動詞って言って、語感を使う動作でございますね。これに関しても、原形不定詞ってものは存在しますので、この2パターンをね、今週最後見ていきましょう。はい。使役動詞は、大体この3つと、あと、原形不定詞は取らないんですけども、ゲットっていうものを使う。その4つですね。ゲットはとりあえず脇に置いといて、今回話しするのはこの3つ。さっき素材として出てきた、徹夜とスカイダイビングするという話を、使役動詞を使ってやってみたいと思います。ただし、この使役動詞3つとも、ちょっとニュアンスが異なることに注意してください。まず、鈴鹿、レッド、徹夜、スカイダイブ。ってすると、徹夜にスカイダイビングさせてあげると。徹夜は積極的にやりたいんでしょ。で、鈴鹿はそれを許可したみたいな感じがあります。また鈴鹿が飛びたかったけど、徹夜が飛ぶことになりましたみたいなね、そういう感じでございます。鈴鹿、徹夜スカイダイブってやりますと、徹夜に飛んでもらうっていうことでございますね。これは中道的な言い方かなと思います。で、made、make ですね。これだと強い強制力を持った言い方になります。徹夜を無理やりスカイダイビングさせるっていうことでございますね。で、この3つの中でどれがいいかって話ですけども、さっき紹介したところだと、徹夜は本当は、バンジージャンプもできないくらいだから、スカイダイビングなんてしたくないんですよ。したくないんだけども、鈴鹿がやろうやろうって言い出すから、もうやらなきゃいけないんだなと思って、腹を決めてると思っている。ね、鈴鹿に強制されてやってるっていうことを考えると、メイドがこれは適当かなと僕は思いますね。はい。本当に飛ぶのかな？いや、多分ね。てか、普通に上行ったら鈴鹿も怖いと思うんですけどもね。でも見てみたいですね。楽しみです。はい。そして、知覚動詞はこんな感じです。Not so 川田 cry. See ですね。見るって語感使ってますね。これは知覚動詞として認められます。ただし、あまり今回は深く話しません。なぜかっていうと、実は Not so 川田 crying っていう表現、crying、ing をつける表現も正しいからです。で、この二つには明確な違いがありますが、それをお話しするのは分詞のパートでございますね。ということで今日はあまり深く突っ込みません。知覚動詞の例をね、今から出しますので、これだけ見ていただければ大丈夫かなと思います。はい、ということでね、不定詞の基本というところをやってきました。不定詞っていうのは、動詞を名詞化する手続きの一つでございますね。で、来週はもうちょっと詳しく不定詞を学んでいきまして、その次からは動名詞を習い始め、そして動名詞と不定詞の違いというところまで押さえていただくと、この動詞を名詞化するっていう手続きを使いこなせるようになるかなと思いますのでね、もうちょっとお付き合いください。この動画良かったと思う方はぜひ高評価チャンネル登録よろしくお願いします。また次の動画で会いましょう。バイバイ。